国を守るカササギ。はいどうも、名言生活のモーリーです。動画のデータをなくしてしばらく経ちました。今日も名言の復習ということで、今日7月なんでね、七夕についての言葉です。あ、ちなみに7月7日じゃなくても7月全体が七夕月なので、この七夕は7月はいつやってもいいということになります。はい、では早速やっていきましょう。ということで、今日はですね、大友のやかもちさんないし中納言やかもちの和歌紹介したいと思います。これは百人一首にもありますからね、有名です。かささぎの渡せる橋に置く下の資料記を見れば夜ぞ更けにける。これ江戸時代に百人一首にもこうね、この挿絵がある通りで、七夕をイメージしてるっていうのはもうすぐにわかるんですよね。大友のやかもちさんの和歌は別な番組でも紹介してるんですけど、その時お正月ですね、この雅な感じ、ちょっとはだけたというかね、そういう感じのやかもちさんを紹介したんですけど、今回はちょっと勇ましい感じですね。名前も中納言やかもちとなってます。役職好きの名前ですね。今で言ったらこの大友家っていうのは自衛官の名門みたいなもんですからね、その割と高官な人の歌ですからね、それは勇ましいんですよ。もう一個別な写真のやつあったんですけど、これなんてもう完全にこう勇ましい感じのやかもちさんですよね。国を守るカササギ、自分をカササギに例えてですね、このカササギが渡せる橋っていうのは平和を守ってるぞみたいなね、そういう解釈も取れると言ってる人もいます。ちなみに霜が降りてるので七夕の時に読んだ歌ではないっていうのはすぐわかるんですけどね。ただね、その時期にも明け方ぐらいになるとこの星見えるらしいんですよ、二つとも。面白いですよね。昔空綺麗だったですからね、見えたんじゃないですかね。ちなみにこのカササギっていうのはこれなんですけど、部の象徴、軍隊とかね、そういうのの象徴としてよく使われてますね。七夕になると現代のカササギってことで、こういうのをね、よく頭に思い浮かぶんですよ。まさに現代のカササギとはこれですね。ちょっと見てみましょう。何年か前に見に行ったんですけど、いや、ほんとすごいですね。まさに現代のカササギが渡せる橋。ブルーインパルス。もう一回見たくなりましたね。ということで、この七夕について読んだ歌の時は、大友のやかもちさんではなく、中納言やかもち。この雅な姿ではなく、戦う姿としての自分をイメージしながら歌ったのではないかという勝手な想像でした。大友のやかもちさんじゃないですけど、私もこの二つじゃないな、いくつか顔があるということで、同じようにやってみました。まあでもね、あまり自衛官としては、今は役に立ってないというのが現状なんですけど、まあ仕方ないですね。まあ令和の里、この太宰府においてですね、7月にこの大友の旅人さん、旅人さんじゃないわ、大友のやかもちさんの歌を紹介したいというのは前から思ってたんですけど、ちょうど自分の身を引き締めるためにもいいと思ってですね、実はこれアップされるのは7月の20日なんですが、今撮ってるのは7日と言いましたね。で、今ですね、災害でこう熊本とかもね、大変なことになってまして、もしかしたら私はですね、即応予備自衛官ですか、そちらに行くことになるかもしれないということで、こう気を引き締めようというのを一つと、ここのとこあまり即応予備自衛官としてね、役には立ててなかったんですけど、少しぐらいはですね、ちょっと寄与したいなと思うところです。これがアップされる頃には自宅に無事帰ってこれるといいなと思いながら、はい、ということで、復習っていいですね。私もこれやらないと忘れてはないけど、せっかくね、7月だから、毎年このね、大友のやかもちさん、ちょっと毎年1回ぐらいね、この7月にやろうかなって今思いました。あと、今動画でもあったように、去年のちょうどこれ撮影、去年の言葉撮影した後に、やっぱ結局災害派遣に行くことになったんですよ。で、私の感想としてはですね、もう行って、なんだろうね、もう自分のこの衰えに打ちのめされたっていうのが正直なとこでしたね。本当に現役の時とも全然違うし、体だけじゃないんですよ。もう頭のその回転も弱くっていうかね、鈍くなっちゃって、本当にね、同僚とか後輩に、すごいちょっとこう、迷惑かけたなっていうところも多かったです。まあだけど、そこはね、今できる私のことをしっかりやりました。と同時に、せっかくこれ見て思い出したんで、即応予備自衛官っていうのはそこまでめちゃくちゃ知られてないと思うので、これを機にね、ちょっと広報がてら、私がこの動画でね、できる範囲でちょっと私の活動を紹介しながら、即応予備自衛官っていうのはこうだよっていうのを少しだけはまたね、紹介できたらと。体力の落ちた、で、あまりお役には立てて今ないですけど、側面からね、この自衛隊の援護射撃をしたいと思います。それでは、
高速道路の移動中ですね。皆さん自衛隊のトラックなんか見かけることあるでしょ。ここ中からの隊員さんの視点ではこんな感じですね。で、人吉の、まあ、最初キャンプに、まあ、行くわけですけどね。こんな感じのところで寝泊まりをします。まあ、まだねちょっと表情にもまだちょっと余裕あるかな。まあ、まだねそんなにバテてはないです。私の部隊、まあ、19連隊のツイッターなんかでも紹介されてるんですが、阿蘇葵神社というところの周り、商店街なんかの瓦礫の除去をですね、まあ、主に活動内容としてました。まあ、ネットからちょっといくつかこの辺りのね写真をちょっと引っ張ってきたので載せときます。初日終了です。まあ結構予想よりか来ましたね。これ初日終わった時の映像なんですけど、もう顔にね疲れというかなんとかいっぱい出てますね。でね見てたら他にもいっぱい写真とか出てきたんで、ちょっとこのままやってもいいんですけど長くなるんで、また別な動画でねやっぱりちゃんとね紹介をねちょっとしたいと思うので、今日はね大友のやかもちさんの歌を紹介しましたというところで終わっておきたいと思います。名言を読めば元気が出る。